平田選手です。お疲れ様です。お疲れ様でした。まあ、キャンプもうあのトレーニングの日について今日で終わりになりましたけれども、あのここまでのキャンプ振り返ってください。キャンプはすごいいいキャンプで、開幕が楽しみです。あのトレーニングのこう戦術的な浸透度とか、その成熟度とか、その辺はこうどのように感じてますか？成熟度はもう少しってところはありますけど、まあ、監督が変わって自分たちも新しい戦術を取り入れて、そのすり合わせがもう少しかなと思います。あの実戦も3試合現時点で終えましたけれども、まあ、その段階でのこう、まあ、手応えみたいな部分、手応え、まあ、新加入の選手も入ってきて、まあ、チームとしてどうなるかなと思ったんですけど、まあ、やれてる部分とまだ改善しないといけない部分は多分攻守ともにあると思うんで、試合を通してまた練習試合を通してやっていきたいと思います。去年と比べてコンビを、ね、最終ラインで組む選手も変わってきましたけれど、はい、まあ、近藤選手だったり、まあ、その辺のこうキャラクターみたいなものでつかめてますか？そうですね、まあ、練習通して、まあ、どういうプレイヤーなのかっていうのを、まあ、探りながらやってるんで、まあ、ある程度はつかめましたけど、でも、まあ、もう少し喋りながらやっていく必要があるかなと思いますけど、まあ、練習試合でも失点のシーンとかも、まあ、ありましたし、まあ、そこをまず改善することと、あとは前線とのそのクオリティっていうのをもう少し上げて、もっと点を取れるチームにしたいなと思います。家族と少し、ね、離れている期間できましたけど、はい、ちょっとホームシックになってますか？早く帰りたいです。お子さんの顔見たい、はい、ちょっと電話したりとか、はい、あ、はい、時間あるときはフェイスタイムするとちょっと帰りたくなります。はい。ちょっとデレデレな感じ。いや、もうすぐ1歳なんでね、子供も成長が楽しみです。キャンプは残り明日まだ実践ありますが、頑張ってください。はい、頑張ります。